こんにちは、福岡のギャラリーのロペコです。生地は違うけど形が同じですよシリーズ、今回はポーチを2点ご紹介していきます。通帳やお薬手帳が入るぐらいのポーチ、こちらのポーチは横から見るとこんな感じになってるんですが、本体はファスナーで開閉します。開けてみると左右に大きくポケットがあって、なんと真ん中にもポケットがあります。たくさん入るでしょう。生地もいろいろありますよ。こういった形のポーチ、鏡なので反転しています。大きさの目安になりますか。コロンとしたスクエア型のポーチです。こちらはですね、ラミネート加工生地なのでさっと拭けます。生地もいろいろ登場すると思いますが、こちらはラミネート加工されている生地。そしてファスナーで開閉ですが、大きくガバーッと開きます。表がラミネート加工生地なので内布はありませんが、端の処理とかも綺麗にこんな感じでされてます。ほつれません。またこのポーチの良いところは、こうやってもらうとほらほら小さくなるんです。旅行とかに持っていくのに良さそうじゃないですか。温泉旅行とかにも重宝しそう。こちらに持ち手がついてるのでこうやって持てます。